きましてももうすごいんですよね。これはね、はい、昭和で青春を過ごしてきた人にとってはね、うん、あららって感じのネタなんですよね。あららです、実はですよね、はい、これびっくりしました、うん、いいですか、大丈夫ですか。じゃあ行っちゃいますよ、はい、はい、多分皆さんご存知の方だと思いますけど、はい、じゃじゃんです。はい、じゃじゃーん。エースを狙えの漫画家山本すみかの巫女生活。はい、このね方が、あ、これムーをね、あの定期購読されてる方はもう皆さんご存知で、これもう昭和のね、あのテニス映画では、まあそうですね、お蝶夫人といえばね、読みました、読みました、はい、宗像コース、宗像コースね、もうあの頃のベルサイユのバラもそうですけど、少女漫画がもう燦然と輝いてる時代のね、ここですよ、これ ね、うんうん、もうちょっとまあ、これ見てみんなテニス始めるんですもんね。そうですよね、未だにそうみたいですよ。そうでもないかも。だからそのもう当時の漫画家のこの姿しかご存じない方はちょっとびっくりすると思うんですけど、うん、今といってももう何十年こもられてるか分かります。今のお住まいここですよね。まあそうですね、山梨県円山市の観音山、観音山のところに、まあ、拠点を置いて、まあ、活動されている。そんなね、テニス創魂漫画、しかも、あでやかなね、もうイケメンの走りですよね。イケメンのコーチ。憧れましたよ。そうでしょ。憧れた、憧れた。だからそんな方に何が起きたんですか。まあこれはですね、実は15、16年前ぐらい、まあ、20年近く前にムーの本誌でもですね連載してたんですけど、はい、その時に「ご神託メッセージ」という毎月2ページの記事をやってたんですけど、はい、まあ、そのタイトル通りですね、いわゆる神の声が聞こえてきたと、いわゆるご神託、ご託船が降りてきて、それを述べ伝えるように、はい、いわゆる山本澄香先生自体が巫女になってしまった、はい、そうなんですか。ある日突然声が聞こえたりとか、そういう状態になっちゃったんですか。そうだね、本当にそうなんですか。それでいろんなメッセージで、だからこの円山のところに移り住んだのもそのご神託、ここに行きなさい。それでやっぱりね、ムーで連載するぐらいですから、相当いろんな、どんな神がこう降りてきたんですか。ですね、この花咲夜いや、はいはい、山の神様ですけど、その弟気味であられる、八郎坊、はい、まあ、この漫画の中でね出てくる登場人物ですけど、実際にそう諏訪大社の神と一緒にですね、はい、実は祀られている。諏訪大社といえばね、この写真が載ってますけど、はい、これはどんな写真なんですか。これはいわゆる山本澄香先生いわく心霊写真。これ澄香先生が撮ったわけじゃないですか。この時ちょっと詳しいことはわからないですけども、はい、いわゆる諏訪大社の龍神が映ったと。あ、本当にでもそう見えますね。龍みたいですからね。いや、これそれで驚いたのは、記事の中にも書いてありましたけれども、3年半ぐらい断食をして、3年半の断食ってね、1日2日ってね。1週間ぐらいだったらよくみんなね健康のためやるんですけど、3年半の断食ってどういう生活されてたんですか。まあおみきは飲んでたんですけどねおみき断食、そういうのもあるんですね。澄香先生はひょっとして飲んべって言うとね失礼なんてことなんてことそういうこと言ったら殺されたの神がね降りてきてますからね。そもそも最初は不動明王から降りてきた。不動明王が降りてきた。巫女になれてやっぱ厳しいですからね、不動明王ね。三上さん、仏教でいうと不動明王があって、あと菩薩があって、あと何でしたっけ、まあ、如来ですね。如来っていうね、3つそれぞれの役割があって、不動明王ってどういう、やっぱり厳しいですからね。厳しい神、悪人を、はい、まあ、力ずくでねじ伏せて、はい、仏の教えに導くと。その人が降りてきちゃった。降りてきちゃった。そうですね、私がよく喉をやってるんですけど、喉、はい、の時は不動明王さんって呼ぶことが多いんですよ。
はい、すごい聞いてくれますよ。やっぱ、荒々、ね、しい神様ですよね。この間の、朝鮮総連の本部をこう買おうとしたね、あの池口英寛先生も、ご本尊は不動明王ですからね、うん、あの、お会いした時聞きましたけどね、やっぱね、呪いもできると。うん、一通りね、それはね、修行でちゃんとやるんだと。